録画。ごちそうこれは。はい、こんにちは。大丈夫か。じゃあ哲学書の授業続きですね。今日もよろしくお願いします。その間が空いたために連続性が少し急がれてるけども、プラトンでね、プラトンの中身を引き続き追っていくっていうふうなことになり、その時に題材となるのが横書きのものと縦書きのものとともに必要となりそうだから、それぞれ横書きのプラトン、ちょっとまあ簡便な感じだね。でそれと縦書きはやや難しいかというふうなもの、だが縦書きは説明難しいだけじゃなくて引用がついてますね。引用がついてるやつも可能な範囲で読んでいこうってことなので、まともに2種類用意して、それでね、振り返るという意味で、より簡便と言えそうな横書きの方を見ていくんだけども、いわゆるイデアというふうな言葉が、まあソクラテスかもしれないけども、文字的にはプラトンにおいて語られたってことでね、書かれたってことですね。そのイデア、もう一回その形式的に言うと、言葉としては姿ありさまみたいな感じの、一応当時のギリシャ人にも理解できる言葉として打ち出されたわけだけども、そのニュアンスは確か前見たところでは、いわゆる肉体の目で身体の目で見るんじゃなくて、精神あるいは心あるいは魂あるいは理性で、それ同じことを指すとして、魂とか理性とか心とか、そういうふうなあり方での姿、精神的なあり方っていうのは、ちょっと比喩的な言葉かもしれないけども、そんなもんとして精神に現れてるありさまっていうふうなこと、理性的に捉えられた姿っていうふうな話だったね。その意味で後々そのいわゆる二元論っていうふうに言われることになるような、その物の世界と心の世界、事物の世界と精神の世界みたいなことが、まあ区分されながら、かつ今のイデアが配当されるのはそのうちの精神理性あるいは心魂っていうような、そんなことになりそうだね。どちらも大事かもしれないけども、その本質に関わるのはその今言った精神の方というふうにされ、それとの対比で言えば、なんだっけ、本質の反対とか、イデアの反対語っていうのは日本人的にはピンとこないけど、なんだっけね、確か前見たところではイデアの反対が個々のものだとね、個別的なもの、猫のイデアと個々の猫ってね、それでその普遍と個別っていうふうな言い方も後々の整理された言葉では出てくる、対比として普遍と個別、普遍性と個別性、そして
もう一個今の対比で足していくと、その後の後で見る後のキリスト教的な対比はちょっと今置いとくことにして、今のあれでいくと本質に対する対義語はちょっとだけ考えて、ニャーゴじゃなくて現象って言うんだね、ファイノメナ。現象っていうのと、その現象をたらしめているっていうふうなニュアンスにおける本質っていうふうな、そんなふうな二重性において、世界を見るっていうふうなことを、これがまあある意味で独自なこととしてここに始まったっていうふうなことを前見た。で、同時にこの現象から本質へたどっていく、あるいは逆に本質から現象を説明するみたいなことね、その往復関係みたいなことこそが、後に言う、その学問全般の枠組みをなすっていうことも見た気がするね。その意味で、我々が知ってる、その実証的と言えそうな、説明するっていうふうな意味での学問は、このイデアの議論とともに始まってるっていうふうなことが言えそうであるって話を見た気がするね。そのことを踏まえて、もう一回、その横書き、16から17にかけてちょっと黙読できるかな。ちょっと長いんだけども、とりあえず16の下、ソクラテスが積極的なというところから読み始めて、一応右の上の段落の切れ目ね、7、8行目、8、9行目あたりの提案されるというところまでちょっと黙読して、それでかつ思い出して。左から右へのページね。まあ、どうせ後で振り返るから、まだ途中かもしれないけど、始めてみようと思うんだけども、ソクラテスが積極的な議論を提示するのが、中期対話編であるっていうことで、初期、中期、後期みたいな分け方するっていうことの詳細は、縦書きの方で、まあ、一応目で追ってただろうかね。後でそれを縦書きで見ていこう。で、共演というのがその中期として、そこではそのここから抜け出て憧れる外へと向かう、ここじゃない別のところへ向かうっていうふうな、その外へ抜け出る傾きのことを愛というふうに訳してるけども、それをエロスって言ってんだね。エロスってのは何か外なるものに惹かれてそこへと抜け出るようなことだと考えて、その意味ではそのいわゆる恋愛とかもそうかもしれないけども、自分ならぬその外っていうふうなところへの離脱な関係があるね。離脱するってことは、さっき言った身体的な場面から抜け出るっていうふうなことを含みながら、そのイデア的なものへとそのずれていくっていうふうなことを考えておこう。その抜け出る、なんで外に行くかの一番果て、それを外へ引き出していた一番その遠くの原理みたいなものとして、美のイデアっていうふうな言葉が載ってますね。この意味での美のイデアっていうのは、あれこれのイデアってことがあり得る中で、そういうものを、まあ、いわば束ねているような感じの意味も込めて、かなりそのイデアの 序列みたいなことを言うとすれば、遠い方のものと考えておこう。その言い方すると、縦書きで見たかもしれないけども、プラトンの国家の中で、最終究極のイデアとして、善のイデアってのがあった気がするね、というかありましたね。
その善とか美っていうのは大変大事なわけなのだ。それで、その美というふうなことを前ちょっと言ったけども、説明させておくと、ギリシャ的にはその彫刻みたいなものが非常に大事がられたのだけども、そのいわゆるオリンピックゲームみたいなものがあるとして、それは基本美を競うんだね。その美しさ研ぎ澄まされて、かつ何て言えばいいんだ、そのフェアなプレーな感じで、そのどこにも恥じるところがないような感じで、その欠け目なきようなものを、むしろ身体においても表現できる。この身体を介して、その神的な神々しき美がここに、まあ、いわば降臨するっていうようなイメージで、美ってことが大変大事がられるんだね。そういうわけで、美の高さっていうのはギリシャ独自なもんとしてあることをちょっと知っといて、この今見た身体に表される美というのは、長らく後に見るキリスト教では封じられちゃうんだね。いろんな意味で身体を悪の根源、魂を引きずり下ろす、そういう暗い原理みたいに考えるキリスト教からした場合、その身体の美みたいなことはとんでもないって話になって、いわばその大事なものの範囲から外へ排除される。それが再び帰ってくるのがルネサンスっていうことになるんですね。ルネサンスっていうのはそんな意味でのギリシャ的な美が再び大事なこととして、もう一度ヨーロッパの中で、まあ、取り戻される、再発見される話と考えていこう。それまで、そのルネサンスまでを封じていた動向が後に見るキリスト教なんだけども、それは何でその身体をそれほどまでに、排除しようとするかは、その時に見ていくことにしよう。まあ、その布石として、その美のギリシャ的、大事な地位ってことを今見たことですよね。で、次行くんだけども、それを完走する、その魂的に見るって意味だったね。そういう超越的な体験、今で言えば超越的な体験が語られる。まあ、も言ったけども、その、あれね、共演という本、ご飯食べるって意味の共演っていう本は、多分、課題図書としても、扱いやすいと思うから、迷ったらその一つの方法として言えるね。ソクラテスの死を描くのは、その弁明、ソクラテスの弁明をはじめ、クリトンとかいくつかあるんだけども、その一つであるパイドンでは、魂の不死を論証する過程でイデア論が提示され、イデアの存在と魂ってことをもう一回言うけども、身体ならぬって意味ね。身体的な死、滅びみたいなことを、有限性みたいなことを言うとすれば、それならぬ永遠の秩序みたいなものとして、さっき言ったイデア的な方向があるとした場合、その意味でのその魂の不死性ってことだね。が、一体であると論じられるとかでね。さて、その次はさっき言った感覚という言葉を、感覚という言葉をさっき言った身体と結びつけて考えて。16から7にかけての話を読むんだが、感覚すなわち身体に即した感覚される世界では、ある観点、常にどっかにいるわけで、ここに立つ、あそこに立つっていうふうに、常に身体的な束縛を得てどこかに属するわけだが、そういうある観点とかある時点、今ここってことだね。そこでこそ美しいってことが現れてるかもしれぬが、別の観点や別の時点で美しくはないという相反する現れを被ることになる。身体で考える限りは非常にその決着しがたい、あれもよく見える、あるいはこれが否定されるっていうふうに争いが止まないわけだよね。身体の場面で議論する限りは、その同じ美を論じようとしても収拾がつかない。それに対してってことがイデアの、まあ、領域であると。次読むと、そういう個々の現れとなる、個々の現象となる、もろもろの
個別的な美しきもの、それの根拠である美それ自体。美しきものが個々のもので、それ自体って言ってるものがイデアってことだったね。美それ自体っていう言い方は、そのイデアを語る、一つの語り口で、美そのものとか、英語的に言えばザ・美とか、そんな感じのいくつもの、そのいわく言い難いイデア的なものを表す試みがなされる一つがそれ自体ってことね。英語的には be as such っていうふうな感じのギリシャ語が、この be それ自体って訳されている言葉と考えておこう。そういう、そちらの方は永遠不変、つまり場所とか時とかに縛られることのない永遠不変で、多様じゃないっていうふうな意味の同一、絶対同一のあり方をしておる。このように、そのように、この世界の多様な事態から離れて、イデアが存在する。その理在というふうな、あえて言葉を、なんていうか、書き出してるから、そこにカタカナで、コーリスモスと書いておいて、離れているっていうふうなことね。離れているっていうことを、まあ、名詞的に言えば、理在。カタカナでは、コーリスモス。コーリスモスっていう言葉が、その言葉なんだが、後で説明するね。つまり、まあ、超越って言葉は、その中世以降の言葉だから使わないとしても、その、諸々のいろんなもんがひしめき合ってるところを抜け出た、何らかの、ここならぬどこかってね、さっきの憧れる場所の果てみたいな、そういうところにイデアがあるのかってんだね。のかってんだね。その、イデアはそもそもこれっていうふうに身体的につかめないもんだから、非常にいわく言い難いもんだってこともわかると思うけども、それを、しかしそれでも語らないことには始まらんということで、語ろうとする努力を重ねるわけだけども、その時にプラトンは、まあ、思い余ってって感じで、諸々のものを離れてあるっていうふうな言い方をするわけなんだね。実はこの離れてあるコーリスモスっていうのが、後々に見るアリストテレスがプラトンを批判する論点でもある。離れてあるというふうに言ってしまうと、収集がつかないんじゃないのっていうのが、後々に見るプラトンに対するアリストテレスの批判の論点ね。コーリスモス、じゃあ、まずい。2個あるんですか？あっちとこっちどうつながってんですか？そのつなぎの原理みたいなこと、どこでどんなふうに論証できますか？みたいな、次々にその、なんていうか、その破綻する話に、その一直線じゃなかろうかって言うんだね。ってことは、アリストテレスとしては、今から予告すると、離れていないということで、しかし、イデアを語れるはずだ。イデアを捨てるわけじゃなくて、イデアを語るためにこそ離れているということを、迂回せずに語る仕方を見出さねばいかんって話に、後に次のページとかでなるので、今、やられる材料みたいなものとしてのそのコーリスモスってことを、見たことにしよう。で、次行くんだけども、やはり今から見るその続きの話も、その離れて、なんか上下関係と言っていいかどうか分からんけども、いずれにしろあっちとこっちっていうふうな関係で説明する試みとなるから、その観点でちょっと次見てみましょう。ニャーゴ。そういうふうに離れて存在するんじゃが、感覚事物はイデアを分離することで、その名称、例えば猫とか、その猫たるあり方に預かるってんだね。感覚事物が個々の猫と考えて、イデアが猫のイデアと考えた場合、その個々のものがそれぞれに同じ一つのイデアを分け持つみたいな言い方、メテクシスってんだね。これ、メテクシスっていうふうな言葉の訳ってことは、縦書き見て載ってたかな。分有はメテクシス。
英語的に言えばそのパーティシペートみたいな感じで、部分的に持つって感じね。それで文言となってんだけども、その文言することで、イデアに、まあ、いわば依存しながらそこに預かる、ちょうど分け前に預かるみたいに、上から賜る、イデア的な高さから賜ってくる何らかのそれに預かることによって、ここの猫であるとかって、あるいはここの美しきものだって話だね。そういう説明をしたりする。次、イデアの感想において、魂への変容、かっこ浄化と世界の乖離とが相続的に生ずる。肉体の目で見ては見えなかった領域、それが開けて見えるのは、同時にその身体の目をいわば離脱して、心的な魂的な目が、まあ、あれ的に言えば開眼した場面だっていうふうな理解で、とりあえずいいことにしよう。だからこのイデアの話は、知を知るってことを、まあ、錬磨することでもあるけども、一種の態度変更ね、身体に縛られている状態、身体をむしろ、その墓場みたいなもんと見て、その墓場に埋もれているわけにもいかんっていうふうな意味で、そこから離脱するようなことも、含意するわけなのだね。だから、そんなふうにして、イデア的なものを、どこかで転換果たしてこそ、さっき言った争いの場面を超えることができるわけでしょ。これが美しい、いや、これが美しいっていうふうに争っている場面では、決着がつかない境地に至ろうとするのがイデアの議論であるわけだから、それはとりわけ徳に関して言えば、さまざまな、これを善とする、いや、これが善だっていうふうな、その個別的な善争いからは離脱した、まあ、善そのものね、善そのものの境地を目指す、その意味では道徳の実現のためには、その知の転換、この態度変更が果たされなきゃいかん。だから知の問題と道徳の問題は、最初から言ってるように直につながってるわけですね。知的なおまけのゲームじゃなくて、まさに道徳的な一種の大きな変換をするために、その知が受け取り直されなきゃいけないっていうふうな意味で、その教科書的には知と行いね、知行一致みたいな話にはなってるわけですね。さてと、そのイデアは肉体から切り離された魂それ自体にとっては、英知、つまり理性的な知ね、感覚的な経路での知じゃなくて、英知の対象となる。理性とか英知って訳すのが、カタカナで言えばヌースっていうふうな言葉で、そのヌース的な事柄であると。まあ、その肉体から切り離されるってどんなふうにするんですかという問いは、縦書きで後で見ると思うけども、ソクラテス自身というかプラトン自身は、これは比喩なんじゃがっていうふうに語ってるのだったね。あるオルフェウス教の言い伝えとかを援和させてもらって説明すれば、なんとも魂は不死なるもので、身体を離れても存続するという話になっておるというふうな、そういう人の語っていることを引用しながら、それでかつて魂が三途の川の霊天の川の向こうで見たものを保持した形で現世へともう一回、転生してくる。だからその時に、さっきの三途の川というか忘却の川ね、霊天の川を渡ると、何て言うんだろうね、その時の記憶が覆い隠されてしまう。覆い隠されて生きてるのがこの現世なわけだが、ある意味でみんな
その覆い隠しの下には同じイデアを直視したその蓄積が溜まっておる。したがって魂の浄化とはその覆いを外すことであり、それが思い出すこと想起アナムネーシスであるって話になったりするのは後で見るんだけども、とりあえずそれはこれが真実だっていうふうに言うよりも、これを比喩として受け止めて、そういう話ですかっていうふうになんとなく推測してほしいっていう感じなんだね。縦書き読んで分かったと思うけども、直にその貼られてあるあり方をこうですっていうふうに、これが正解ですっていうふうに語っているというよりも、こんなふうに語れば、その言いたいことの境地を理解してもらえるだろうかっていうふうな感じで、それで様々な当人としては比喩ね、比喩を様々に繰り出している。その比喩的説明を拾い上げると、さっきの文誘メテクシスとか、思い出すこと想起アナムネーシスとか、そうなったりもするわけなんだね。そういう試みをしながら、いかにその離れてあるそれがイデア的なものが我々に、無縁じゃない、接近可能かってことを語ろうとするのが、いわゆるその中期の試みなわけなんですね。ちょっと続き見ていこう。そうやって、H の対象となり、エロース、その抜け出る力ですね、を通じて憧れ、愛撫されるんじゃが、その感想の様、それを、まあ、魂の目で見る、その見る様は、別の著作、パイドロスの名前だけども、パイドロスのミュートス、ミュートスっていうのは、とりあえず神話と訳しておくけども、さっき言った比喩の一つの系統ね。オルフェウス教は分類で言えば宗教かもしれんが、その宗教に即した比喩とか、この神話ミュートスに即した比喩とか、いずれにしろそういう形でしか指し示すことができない。だから、だとしてもそんな風にして言葉化しないことには、この領域を人々に示すことができるっていうふうなことで、こういうことを、まあ、いくつも繰り出すわけだね。また、魂が人間に生まれる以前というか、同じ円環し循環し不死なる魂が向こう行ってからもう一回人間に生まれる以前ね、かつて見ていたイデアを想起する。名詞で言えばアナムネーシス。シスってのは名詞形だからね。それが、ことが、その知を鍛えること、魂を配慮することであるというふうな、これも説としてまとめれば、早期説となるような、そんなことも語っておる。ってんだね。一応、後で今と同じことを立て書きで見ることになりそうなんだけども、とりあえずこの下の数行の段落、ポリテイアのところも引用があったと思うから、そこちょっと今目読して、数行分。まあ、もう一回一緒にたどることにすると、その縦書きの方でもその3つの比喩みたいな話があっただろうかね。あの図式みたいなやつは後からつけたやつだからね。当人が作ったもんじゃなくて。やはり中期に数えられるものとしてのポリテイア、国家っていう本があるとして、そこではさっきの美とか善とかいろんなテーマがあるかもしれないけども、とりわけ理解を推すね、正義って言葉が論じられて、まあそのポリスの元いとして、
正義を実現することっていうことで、その正義が問われるわけね。さて、哲学者が当事者となる場合にのみポリスと魂の幸福が実現されるとする。これも後で、まあ、ちょっと強めにまとめると、鉄人政治論ってのが語られてると書いてますね。まあ、というか、その広い意味でもともとそういうことを語ってるわけだけども、容易にこの、今見てるイデア的な領域を直々に捉えることも難しければ、ましてそれを、人に分かるように語ることも現に難しい。しかしその中でまさにそういう境地から、その何らかのポリスを導くことこそが、それが本来の正義をポリスにおいて実現することってなるわけだから、その意味での努力は最初から最後までずっと一貫してるわけなんだね。で、かつ同時に、容易にそのソクラテスを裁判にかけて葬り去ったということから分かるように、容易にこの議論は同意を得ないということもまたのしかかってくるわけでね。その中で、じゃあどうするかって話が今問われていることだと考えて。だからその時に、この統治という言葉かな、あったっけ、なかった、統治者ね、統治者という言葉があるけども、専制君主みたいな意味で考えずにおいて、なんとなくその専制ティラノスみたいなのがあって、それがこいつ不正だから正義のあれたる哲学書をそこに据えるっていうふうな意味で、その上から縛るようなニュアンスで、これに従えっていう感じで統治するということが求められているのはちょっと違って、まさにその前言ったけども、ポリスっていうのは外からの枠じゃなくって、むしろ求心力みたいな形で人々がそこに集まってくる集団性なんだね。その意味で、その人々のいわば手本となるような、その手本の一つが悲劇作家だったりいろいろとするわけかもしれないけども、その人々にこれこそを真ん中に置いて、ここに諸君集いたまえみたいな感じのものを提示できる能力者が、それが今言ってる、その鉄人なのだね。だから俺の言うことは絶対だみたいな意味で、哲学者が威張ってる的な理解は、それはそのプラトン的じゃない。それはむしろ専制君主であると。まさに専制君主を否定するところから話が始まってるわけだから、変な意味で、エリート主義ですかっていうような見方はしちゃいけないってことね。大丈夫かな。だがしかし、それにしてもやはりそれは難しいんだね。現にこういう形で離れてあるものをいかにつかむか、で、つかみ得たものこそが、そういった辛抱を、そのアクセルを、真ん中の、その軸を提示できるっていうふうな議論は、まあ、ある意味で、その、プラトン自身も撤回するに至るっていうふうに言ってもいいのかもしれないね。その、撤回するというか、そもそも今言ってる、離れてある的な、中期イデア論自身が、その次の段落、次の段落あたりで、その既にプラトンの生きてる間に、撤回されるんだね。ちょっとだけ頭読んで、テクスト切り替えようと思うんで、場所わかるかな？横書きの17ページの次のアカデメイアでの哲学研究。中期のイデア論は、後期の著作であるパルメニデス、これも人名だけども、パルメニデスで批判的に検討される。もっと言っちゃうと、批判的にその問い直されるって感じね。もっと言うと、撤回されるっぽい話ね。そこでっていうのは、その批判するにあたり提出されたふにふに論、第三人間論が、イデア論、とりわけ
メテクシス、分有概念とか、その簡単に言えば離れていることですね、にまつわる理論上の難点を明瞭に示した。その離れている向こうのイデアとこちらの個物、分けてしまったら、そのつなぎどうなりますかみたいな話、そもそも難しいんですね。そのつなぎどうなりますかみたいな議論が第三人間のだとしておいて、ここまで見た段階で、この縦書き、横書き閉じて、切り替えよう。縦書きね。探してるのかな？というか、ちゃんとまだあるよね。掲示されてるんだよね。ちゃんと見てないんだけど。というか、自分で見えても、ちょっと見えなかったりすると思うから、大丈夫ですか？そういうことで、一応進んでいくんだけども、せっかくだから最初のページ付けで言えば、21か21ページから見ていこうかと思うね。それぞれ見ることができるのかな。用意してあるのかな。重複覚悟でもう一回先頭から縦に読んでいくんだけども、愛知というふうに訳していいとすれば、フィロソフィア、ピロソフィアね、フィロソフィアね、の道に準じたソクラテスの逆説と真実。まあ、もっともっと言い方だと何となくわかるかな、を明かしし、合わせてその道の何であるかを、すなわち、問答法による愛知哲学者の魂の根拠探求の道を、比類なき幅と深さにおいて生じすることにより、古代哲学のみならず、西洋哲学全体の尽きせぬ源泉となったのが、今見ているプラトーンであると。この縦書きでは、何であるかっていう言葉が多用されていて、前言ったね、私は知っておる、What Neko is。What Neko is で、猫の何たるか、猫の何であるかを知っている。それすなわち、猫の本質を知ってるっていうふうに読み替えていいでしょうかね。何であるかってことは、名詞的に言えば本質を指すというふうに理解しよう。とりわけそういうことをその正面から語ったのは、後に見るアリストテレスかもしれないけども、そのプラトン自身もそう考えていたとして。そういうわけで、その道の何たるか、その道の本質ね。逆に言えばその本質に即するその道、本質を求める道、それをまあ探求し続けた。しかもそれをさっき言ったように伝わるように語らねばいかん。伝わるように語らない限り、ソクラテスのように、ああいう運命に落ちるっていうふうな含みで、その同じ轍を踏まずに語る道を求めたってことだね。その時に、そもそも、その辻説法みたいな形で、人々に介入するんじゃなくて、書くってことをしたのは、もう把握してると思うけども、誰が読むかっていうと、差し当たりはアカデミアの学友たちなんだね。学友というか、弟子というか、共同研究者なわけね。一般向けというか、それ以外の人も、読み得たかもしれないけども、基本的にはその関係者なわけで、いわゆる告発してくるかもしれない人に読ませたわけではないのだな。ただその書くっていうことによって、むしろ別の利点があるか、反復し、あるいは問い極め、問いを重ねっていうふうに、さっき言った本質への道をね、多重化して、共同で、そこに言葉を足していくっていうふうな形での、いわゆる研究ということが可能かっていうふうな意味で、師匠ソクラテスとは違う形で、学園を、アカデミアを作るって話になったんですね。続き、縦書き読むんじゃが、彼は哲学書の花とも言うべき対話形式の書物、すなわち、対話編、ディアレクティケと呼ばれる書物を
をしかじか書いた。彼のめくって哲学は、ほとんどね、その対話編でなされてるんだけども、この対話編とともに初期、中期、後期というふうに、3つに分けて論じるのが、研究者的な、標準であるというふうに書いてあるね。それでざっと見るんだけども、22ページの1番、22ページ後半の2番、で、左のページ、23ページの3番というふうになっていることをまず見て。それでだ。先にちょっと、もう見てることかもしれないけども、24、5ページ開けて、24、5ページ、つまり書物がリストアップされてるから、それをちょっと見ておいて。今回というか、近々の課題で読んでもらうソクラテスの弁明、およびそのおまけじゃないんだが、その時計みたいな感じのクリトン、それからプロタゴラスって前出たね、ゴルギアス、メノン、後で引用を見るようなメノン、この辺までとかを、とりあえず初期と言いますかみたいな、論者によってちょっとずれるかもしれんが、一応ちょっと署名として見ておいて。後々、これらは全て、文庫でもあり得るものだね。だから、その課題図書になったりもし得るものでもある。で、ちょっと続きの中期を見ておこう。態度。さっき見た国家。同じく共演。だがじゃない、パイドロスもいいんだけども、さっきの横書きで、パルメニデスから後期が始めるというふうに言ってたよね。そうなのだ、実際。ので、ちょっとこれ書き違えてるというようなニュアンスで、パルメニデスという書物は、左側の方の後期に入れといて。わかる言ってること。パルメニデスは中期からどかして、後期の方にくくっといて。テアイテトスもやや微妙だけども、とりあえず中期でいいことにして、そのパルメニデスはさすがにというか、正面からイデア論批判になってるから、これは自己批判たる後期の方に、区分けしとこうねってことね。それで、その今のパルメニデスをもう含めたのが左のページ、25ページの後期で、ソフィスト、ソフィステス、政治家、ニャンニャン、ティマヨス、ピレボス、それから法律。こういう書物があるのだが、だんだんね、だんだんっておかしいけども、左の、じゃない、後期の部分は、法律だけかな、文庫本があるのは。それ以外の、さっきのパルメニデスとかソフィストとかは、こういう高めのプラトン全集には訳があるけども、普通の意味でのこんな文庫本にはないと思うから。だが法律があるとしても、まだあったか絶版か、あるいはあったとしても2巻ですかっていう感じで、こんな感じね。そういうわけで、ちょっと後期に関しては、直に、残念ながら、自分で読んで考えたい人は、全集版かなんかを図書館とかで探したりするしかないんだね。面白いよ。パルメニデスとかソフィスト。ティマヨスは有名なそのアトランティスの話の元になったやつだけども、ティマヨス、世界の生成の大元みたいなことを語る中で出てくる話で、それを拡大解釈すれば、その無大陸っていうのか、その変な大陸が、あ、間違い、無大陸、アトランティス大陸が、大陸の話になるんだけども、ちょっと違うんだね、言ってることは。どんな高度なものも、後々滅びる。エジプトよりもさらに古いものがあったとしても、滅びて今はなき。みたいな、そういう文脈で言ってるだけの話で、
まあ、いわばそのクレタとかどこもみんな滅びたわけだけども、そういうものの残骸の上で我々は同じ営みを繰り返してるだけであるっていうふうな、そんな話なんでね。その法律という最後のやつも同じような出だしで、我々は津波で全て流されたりして、全て失ってまたゼロから構築するんだが、それもまた記憶が忘れなくなってしまって、もう一回同じことを繰り返してしまう。そんな話から始まるんだけども、そういうね、諸行無常的なと言っていいのか、そんな話とかが入ってるのだね。つまりなんかその、ここに行けば全てがうまく解決するみたいな、そういう意気込みがあるのは中期のことではあるんだけども、中期はそんな風にある種のさっき言った鉄人政治と言えるかどうか分からんけども、そのエンドポイントでね、我々が真の意味で道徳的、徳的に、そして美的に、善において生きるかというふうな、いかにそれが実現可能かっていうふうな、前のめりな力強さがあるんだけども、後期っていうのは当然年齢もいってるわけだけども、そういう形でその力強く探求するとは違う別の雰囲気があるね。まあ、いずれにしろ今正面を見たことにして戻ろうか。だがじゃなくて、最初に1から見ていこうと思って22ページに戻るんだけども、初期は軽めに済ませようと思うから、ちょっと今空いてる22ページの1から1のおしまいまで段落2個あるけども、まあ、一応読んでるもんとして軽めに1分半ぐらいで目で追って説明足すから。まあ、一応最初から軽くたどりどうと思うから、ちょっと文字もう一回追いながらね。最初の3行は特に問題なく大丈夫だろうかね。そのソクラテスの求めたこと、そしてそれのうまく伝わらなさみたいなことを、まあ、体感し、それを継ぐもんとして、しかしそのソクラテスのいわば反復として、その境地をまずは示す。そんなことだね。そういうわけで、徳の何であるか、徳の本質みたいなことを、ウーシャをその求める理由と、その経路みたいなこと、それをそのイデアっていうふうな言葉も交えながら、追っていくっていうふうなことだったね。それでその時、そのさっき言った中ではとりわけ心持ちの魂の変換みたいなことが大変鍵となり、それこそがまあとりわけ問答法でね、ここの各人をその言葉で根底から揺さぶるっていう意味での、その対話によって転換を図るっていうふうなことが非常に大事なもんとして比重が置かれてる感じなんでね、そういう論調でその知をてか徳を目指して知を錬磨する、そのためにその一つの反対運動として無知の知みたいなことを経由する
そんな必要があるみたいなことが書かれてますね。それでいいと思うんだ。作り上げるって言い方が、まあ、一種の特徴的な言葉として挙げられてるけども、英語で言えばその刺激動詞のメイクみたいな感じね、これセシメル的な感じのニュアンスの言葉と考えておこう。だからまあ実はその1と2番、前期と中期はそれほど大きく方向が異なるわけじゃないけども、いかにもそのソクラテスをやや離れて、独自のプラトン独自の、議論あるいは理論を織り交ぜながら、かつソクラテスを主人公にして語ってるっていうふうな感じが、だからここまで来るとソクラテスの単なる、模写ではなくって、プラトン的な主張が相当濃く入ってますかっていうニュアンスで、その意味で、方向同じだけども、よりプラトンっぽいっていうニュアンスで中期を分けるのが、この話と考えて続き見ていこう。そこにこそさっき言ったメテクシスとか、あれのいかにイデアを語るか、とりわけ離れてるもんとして語るかっていうことが出てくるわけなんでね。なんだけども、ちょっとそこ2番に今から行くので、その区切りをつけてるんだけども、そのちょっとおまけの話は先にやると、さっき学ばに、リマインダー、その通知なしで、あれっていうのは課題を出して、それすなわち、前から予告しているあれね、あれって何かって言ったらば、ソクラテスの弁明は一応皆読もう。そのソクラテスの弁明は一応、あれ的に言えば、中間、期末ならぬ中間な感じのもんとして、みんな読んで感想を出すことにしようっていうふうに一応予告したったね。まあ、それも込みでこの授業を選択したまえってたから、レポート課題、いつも使ってるレポート課題のところに、ちょっとその法律っぽく特定というところですけど、特定課題っていうふうな名前で付けてるのが、ソクラテスの弁明ってやつなんでね。これね、今日9日じゃん。で、1ヶ月後の6月9日ってやつを締め切り日として箱を作ってあるの見えるね。時刻はなんか近々の時刻なんだけども、これ後で見といて。もう一回趣旨を話すと、プラトンの最初期の書物であり、まあ、簡単に言えば、プラトン、ソクラテスから西洋哲学が始まったとすれば、その第一番に置かれている書物とも言える。タレスとか出てくるのは、むしろアリストテレスとかが引用する形で出てくるんであって、決して、その最初にタレスの本があったみたいなことじゃないんだね。むしろそれは失われている。そういうわけで、現にこのソクラテスの弁明、アポロギアっていう、これが、一番先頭に置かれるべき西洋の哲学書でもあり、いわゆる哲学ってことが、まあ、言葉として打ち出された先頭のものなんだね。で、かつ同時に、それは当時のギリシャ、あるいは当時のアテネがどういうあり方をしていたか、さっき言ったように枠組みがあって、そのコンスティチューションがあった上で国土があって国家っていうのとだいぶ違う枠組みで、ポリスが存立しておる。その中でしかも制度があり、いわゆる裁判もなされる制度がある。で、かつ、その裁判の一種の記録みたいなことにもなっておる。で、それで同時にソクラテスの自己主張の話でもある。で、中身はイデア論でもある。っていうふうに、まあ、多重に、まあ、意義深いわけですね。まあ、そういう意義深いけども、短めで、かつ、ひらがながほとんどで、その、読みやすい。ということで、
まあ、法学でもあるってことも加味して、みんな読んでほしい。というか、読もう。ってことになったんだね。そういうわけで、予告してる通り、うまく探せば100円でもあるかもしれんっていうふうな、結構、市場に出ている書物である。どれを使ってもいいので、それを手に入れて、読み、かつ、思ったことを書く。ってのが、この課題ね。一月あるから、できるであろうとかね。詳細というか、それ以外のことは、その項目見ておいて。これ、もう今、公開してあって、リマインダーなしだから通知が行ってなく、これからも行かないけども、ここに、提出場所がある。ってことを確認したんでね。いいとしようか。これに関して、今質問があれば、ちょっと質問して。この特定形になって質問を質問します。問題ない。まあ、何かあればまたいずれでも。はい。じゃあ、中期、2番に入りながら、出席にしようと思うから、ちょっと2番が大事といえば大事だから、ちょっとあれして、もう一回、今も、さっきの話を踏まえて、もう一回2番、中期を黙読しつつ、出席対応して、休憩じゃなくて、4読時間ね、4読時間で対応して。はい、じゃあ、レスポン、猫ポン。あれ？何で終わるんだっけ？よ、もし。16、7分の締め切りにして、学校。オンラインいたっけ？オンライン、オンライン。オンラインは、チャット出して。どこだっけ？こっちのがない。これだ。チャットで、数を書くので、だが、どこだ？これか。で、あれ？チャットがない。あこれだ。もう出たの？あ、出たのか。見えるの？待ってくれ。まあ、いずれもう一回やっとこで、いなくなっちゃいかんってことな。合ってるよね。気持ち悪い。あ、そうそう、それで、なんか、スマホ壊れてますとか話はあるんですからね。例えば、今何をつけるから、今いいに。いいの。
次モグレとして、続けようか。その中期は後々その自己批判され、かつ弟子のアリストテレスによっても批判される要素を含んでいるんだけども、しかし実はだね、この後の話になるんだけども、いわゆるこのプラトン的なものの大事な話が、いわゆるヘレニズムの時代の、つまりローマが支配する時代だけども、文化的には、ギリシャ的なものが全てを成してるって感じの、そのヘレニズムの時期の中で、このプラトン的な議論は、まあ、ある意味でずっと生き残るんだね。で、かつそのヘレニズム的な世界の中でキリスト教が生じることになる。キリスト教はユダヤの中から出てくるから、ユダヤ的、ヘブライ的な、そのイスラエル的なものだけども、それが育まれる土壌は、キリスト教が育まれる土壌は、このヘレニズム的な場面なのね。つまりそのプラトン的な議論とかが、そこに連なっているような、そういう場面なのだ。それで先の話になるけど、一応大事だから今やっちゃうんだが、いわゆる初期のキリスト教、つまりまだ経典すらも整っていないかというふうな時代の、その初期のキリスト教ね、まだ教義も定まっていない、福音書も定まっていない、その時に、その新興宗教たるこの初期キリスト教は、極めて詩弁的、哲学的にプラトン哲学とプラトンの議論と結合しながら、プラトンの議論を、自分たちの宗教的思想の背景に、置きながら、もっと言っちゃうと、自分たちこそがそのプラトン哲学の真の理解者でもあり、それを継承する、承継するものだっていうふうな見方で、キリスト教的思想とこのプラトン的な思想っていうのは、ある仕方で結合するんだね。一応言葉として知っとこうと思うから、ちょっと横書きの1単語だけ知るんだけども、横書きの24ページ開けて、そこの表題が、まあ開けなくても口で言うんだけども、恐怖哲学ね。恐怖哲学と聞いて、文字見てなかったら恐ろしい哲学ですかってなるんだよ。そうじゃない。その教会の礎を築いた父なる人って意味での恐怖ね。キルヒファータっていうドイツ語から来てるんだけども、その恐怖哲学っていう言葉を一応見聞きしておいて、これは平たく言うとプラトン哲学みたいなことを土台にして、そこに、キリスト教的思想を、一つの言い方で言えば接ぎ木するような感じ。逆に言うと、新たなキリスト教的な思想を、プラトン的哲学を援用しながら、説明するような人たち。自分たちはそのまさにヘレニズムの中央にいて、そのヘレニズムの一番大事なものを、このキリスト教という形において、このキリスト教神学という形において、一歩先まで進めている、そういう、れっきとした、その王道を行く思想なのだっていうふうなことを、論証的にね、つまりその
哲学的な議論を重ねて、論証的に示そうとした。それが教育哲学ね。つまり、なんとなくのイメージで言うと、そのキリスト教って単なる信仰だろうって思うかもしれんが、そうじゃない。むしろ、まさにプラトン哲学と並ぶような、だいぶ形違うんだけども、プラトン哲学と同じような、まあ、大胆さと周到さで、議論を積み上げていった、一応その巨大な思想体系と理解して。確かに後々ね、とうとう、後々とうとう、いろんなその世俗的な方向へと、まあ、キリスト教自身が足を踏み入れることになるのも確かなんだけども、だがその思想的基盤は、思わぬ形で、そのギリシャ的なものと、このヘブライ的、イスラム的なものが、つながりながら、いわゆるキリスト教を成していくことなんだね。で、今の話、先、その何ページだっけ？その恐怖哲学のところになった時にもう一回説明するわけでもあるんだが、今なんでこの話をしてるかというと、その恐怖哲学の関係者たちが援用した議論は、ほぼ中期なのね。それが今言いたいことなわけだ。自己批判して解体していくところを援用せずに、そうじゃなくて、まさにこの中期で語られたようなことこそが、後ろ無視して、これこそがプラトン哲学の真髄である。で、かつ同時に、キリスト教の議論の一番大事なところを抑えておる。それをさらにもっと高度なところでともたらすのが自分たちの議論だっていう話で。そういうわけで、後のように伝わっていくプラトン。プラトンこそが大事なものとして、その今にも至る大きな、あれだよね、伝統となっているのは、マークが言ってるけども、誰かが保存したから今に至るわけだけども、その保存した当のものは、まずはキリスト教なんだね。しかも、やや変形しながら。その意味で、そのキリスト教的な理解からすれば、この中期にこそ肝がある。大事なもんがある。言っちゃうと、その天と地をつなぐ議論。霊と肉の世界をつなぐ議論。本質と被造物。創造者と被造物をつなぐ。その二つに関する大きな運動を思想的、思辨的に、その自分たちはプラトンについて語っているっていうふうに。プラトンではできなかったその離れていることのつなぎみたいなことを、まさに救世主イエスがその現場をなすっていうふうな形で、プラトンではつながらなかった離れていること、それをむしろいい話として、その天の高さみたいなこと、地の低さみたいなことの、その離れてるっていうことを、むしろ根本的な事態として、かつそこにつなぎがあり得る、救済があり得るっていう形で、その2つをその話しながらつなげる議論が、それプラトンはを超えていく議論が、キリスト教の中に、まあ、始まるわけなんだね。ということで、今の予告なわけで、その、さっき言った後期の著作とかがあんまり顧みられないのも、まあ、ある意味でその裏返しね、その自己批判してどうするってわけで、その天と地の隔てりみたいなことを放棄してどうするってことなわけだから、まさに離れてあるっていうことが、さっきのコーリスモスってことが、むしろ鍵でもあるんだね。プラトン的キリスト教的議論からすれば、そういうわけで有名どころの本から外れたところに、さっき言ったパルメニデスとかソフィステスとかがある。まさにまして、そのティマヨスは世界の始まり論だから、キリスト教からすればまさにクレアチオの神による創造ってことこそ唯一のその始まりとして考えてるわけだから、それとは違う意味の世界の始まりみたいなことを語るティマヨスなんてのは、あれだね、全く余計な議論にもなるわけであろう。まあ、そんなことで、今から見る中期は、
二重の意味で大事であると。プラトンの中では批判されるべき点を持つということが一つと、キリスト教的には全肯定されるっていうことね。それがこの中期の話として、一つそこを読み始めようかとね。じゃあ読もうか。これだ。メノンを読んでるとして、メノンの引用を読んでるもんとして戦闘を始めるんだけども、愛知の道の不可能性を説く探求のパラドックス。これ読んで分かったかな？愛知の道ってことはその本質、イデアへと至る道なわけだけども、それって無理じゃないっていうふうな反論が出るんだね。それが後で引用するメノンの話で、もう読んでると思うから簡単に言うと、そのイデア的なもの、これはまだつかめていないもので未聞のものなんだが、じゃあそこらです、その未聞のものだったらば知り得ないんじゃないですか。それが大事なもんだというふうに行き当たったとして、それをなんでそれが大事なもんだというふうに言えますか。そもそも知らないならば何で探求できますかみたいな話で、知らないものは知らないんじゃないのっていうふうな、そんな形でイデア論に反論する、イデア論を否定するメノンが出てくるんだね。それが探求のパラドックス。探求してもそこには行き着かないですよっていう異論が出たわけだが、それに対してソクラテスは、学習とは想起である。知らないことじゃなくて知ってるけども忘れてることを思い出すに過ぎないっていうふうな形で、道は通じておるっていうふうに言うのがこの話ね。さっき言ったように、この想起説はオルフェウス教とかの当時の宗教の比喩として説明させてもらうがというふうにソクラテスは論じてるから、これが真相であるっていう話とはちょっと違うんだけども、でも説得するための議論なんだね。想起説、アナムネーシスの説によって退ける、そういうことから始まるというのがこのメノンだから。ってことはこれもちょっとずれてるね。 さっきの、24ページの最後の方を見ると、メノンが初期に入ってるけども、ここから始まるっていうんだったらば、メノンは中期に入れといてくれる？メノンの辺から今の想起説がメノンだから、メノンは中期に入れておこう。いろいろとずれがあるね。そういうわけで、ここから始まる中期の哲学は、つまり、いかにイデアを説得的に語るか、あるいはそれの反論はどこにあるか、反論を潰しながら、打って出るってわけだから、ってことはあるじゃん？そのソクラテスではうまくいかなかったイデアに関する説得みたいなことを、いかにすればうまくやり合わせるかっていうふうな、そういう問い、そういう自覚的な問いが中期ってことになりそうだね。で、その様々な道を実際たどってみるっていうのが中期と考えていいだろう。さっきのエロースの話とか、いろんな別の経路で同じところに行こうと思うわけなんだね。でだ、一般にそれぞれがまさにそれであるところのものそのもの、これもイデアを語る語り方の一つで、それぞれの猫がまさにそうした猫であるところのものそのもの。これが猫のイデアっていうふうなことで言おうとしているものなわけなんだろうね。猫じゃバカバカしいから、その美しいでいくと、美しいそれぞれのものがまさに美しくあるところのものは何によるのかという、そのそれ。ギリシャ語もというか、ギリシャ語は関係代名詞があるから、その関係代名詞っぽい感じで表現されるような言い方だね。そういうふうなのイデア、さっき言った姿形っていう意味で訳せば形相、これ形相って読むんだよ。大丈夫かな？様相じゃないからね、形相と読んで。横文字がイデア、イデア。
係争と訳すもう一個の言葉というか、同じそのイデアというこの着想を、後の弟子、アリストテレスは、エイドスって言うんだね。ちょっと師匠と同じ言葉使わずに、エイドスというふうに言っておこうっていうふうに、エイドスっていうふうに言うんだ。ほぼ同じ由来の言葉で、やはり姿形ってことなんだけども、そのエイドスの訳としても普通、この軽装っていう言葉を使うんだね。で、むしろイデアは軽装と訳すよりもカタカナでイデアっていうことが多いかもしれないね。弟子のアリストテレス自身、自分はイデア論者であることをやめない。イデア論をよりちゃんとした形で語り続けるんじゃっていうふうに宣言しながら、でもちょっとプラトン特別してエイドスと呼んでおこうっていうやつでね。その時の訳が、軽装というふうにしておこう。それを先取りして言えば、その軽装ね。これを、なかんずく、徳に対する特性を表す、美そのもの、性そのもの。これも、個々の猫ならぬ猫そのものみたいな感じの言い方ね。そのものっていう言い方をすることによって、個々のものじゃないっていうことを表す、意気込みで語ってるわけなのだが、まあ、どこまで受け入れられるか、理解されたかは置いといて、これもイデアを語り出す試みと考えて。こういうことなどを、そして究極には、あらゆる知と真実の原因である善そのもの、つまりは善のイデア。これ、とりわけね、さっき見た国家、ポリティ